安全性と快適性を高い次元で両立させたイエティスノーネットのご紹介です。まず取り付け方法です。内側外側のロックを外します。次にスプリングを引っ張って伸ばします。片側は大きく、もう一方はその半分の大きさ、小さめで OK です。ロック部を6時の位置に合わせます。クリアランスの少ない車の場合は4時か8時の位置にロック部を合わせてください。タイヤの上部からかぶせていきます。タイヤ側面の上部、中央付近を押さえて内側と外側のロックをします。緩めに入っているこのような状態でも大丈夫です。ロックがきちんとされているか確認してください。上下反対となるように車を動かします。内側のロックを解除してスプリングを伸ばしていきます。外側もロックを解除してスプリングを十分に伸ばします。ネットをタイヤの内側に送り込みます。内側、外側のロックをします。このようにネットがずれていても200メートルほど走るとタイヤにフィットしていきます。次は取り外しです。ステアリングを切ってロックの位置を4時か8時の位置に合わせます。内側、外側のロックを解除してスプリングを引き伸ばしていきます。ネットを引き出しながらネットを下に落としていきます。ロックをもう一度します。ロックのない方に車を動かします。これで取り外しは完了です。